総務省地域力創造グループ地域政策課企画第一係の北海と申します。私からは総務省が関係省庁の皆様と協力しながら推進している分散型エネルギーインフラプロジェクト等についてご紹介いたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは資料に沿ってご説明いたします。1ページをご覧ください。この事業は平成26年度から実施しており、令和7年度も概算要求しております。 1>, 1ページの右下にある一般的なエネルギーシステムをご覧ください。皆さんの地域では電気や熱といったエネルギーをどこから調達しているでしょうかこの図のように地域で稼いだお金を支払って地域外で生産されたエネルギーを購入しているのでは一般的でないでしょうかこれまで総務省だけでなく各省庁が所管行政において地方を良くしようと補助金などで支援をしてきたわけですが、それによって経済が活性化するほどその分エネルギー消費も多くなるということは 地域で稼いだお金が光熱水費という形で地域の外に流れていってしまいます。もしかしたら地方を良くするために経済を活性化したのに税収や雇用効果以上にエネルギーコストが高かったりなんてこともあるかもしれません。一方、我が国における電力システムの状況に目を向けると、電力小売の全面自由化や送配電部門における一層の中立性確保等と合わせて、 大規模集中型発電から分散型エネルギーの割合を高める方向で議論が進められています。それに加えて、再生可能エネルギーの発電効率技術も年々進歩しています。こうした電力システムの状況を追い風として、総務省では地域におけるエネルギーの地産地消を進め、地域の雇用創出を図るため、このページのタイトル下にありますとおり、地方公共団体を核として、地域の総力を上げて、バイオマス等の地域資源を活用した 地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランの策定を支援する分散型エネルギーインフラプロジェクトを実施しております。目指すイメージはこのページ左下の地域エネルギーシステムのような循環図です。地方創生のために立ち上げた事業によって地域で稼げるようになったらそこで生まれたキャッシュを極力地域内で循環させ地域の持続可能性を高めたいと考えています。我が国における家計や企業からの電気料金の支出は年間約18兆円と言われていますが この1割でも地域のエネルギー産業に回れば、年間1.8兆円規模の地域活性化効果が期待できます。また、分散型エネルギーインフラプロジェクトを進めることで、災害時は避難所等でエネルギーの自立供給も可能になります。平時は経済活性化とエネルギーコストのスリム化に活用し、災害時にも対応可能となるエネルギーシステムを全国各地に作っていただき、総合的に地域が持続可能なものになってほしいと考えています。 以上が総務省で分散型エネルギーインフラプロジェクトを推進する理由です。次に事業内容についてご説明いたします。本事業の達成には地域における様々な業種の協力と一定程度の年数を必要とします。また各省庁の国庫補助や技術的助理も必要です。このためプロジェクトの基礎となるマスタープランの策定について財源と情報提供の両面で支援することとしています。まず財政支援についてです。 ページの上から補助対象などを記載していますので、こちらをご覧ください。まず、マスタープラン策定に要する経費を対象に、上限2000万円、交付率1 2分の1を原則として、地域経済循環創造事業交付金を交付することとしています。なお、他の地方公共団体と共同実施する場合は、上限額を原則4000万円としているので、例えば、自分の町だけでは供給が多すぎる、または需要が大きすぎるということで、 事業採算性が見通せないといった場合などに共同実施を検討いただければと思います。また、交付率についても市町村の財政力に応じてかさ上げする制度を設けています。さらに、新規性、モデル性の極めて高いものについては、交付率を4分の3としています。次に、情報提供の支援についてご説明いたします。このページ、中ほどをご覧ください。ここに記載しているとおり、総務省窓口とし、農林水産省、資源エネルギー庁、 国土交通省、環境省と連携したアドバイス体制を設けています。マスタープラン策定の支援にとどまるのではなく、実際にエネルギーの供給を開始する事業化までの長い時間軸で、関係省庁と連携したサポート体制を備えています。単に相談に応じると言っても、イメージが湧きにくくる、こんなことを相談しても良いのだろうかと不安に思われるかもしれません。そこでご相談のある内容を例示しますと、検討している内容は交付金の対象となるのかといった確認、 申請書類の書き方を教えてほしいといった事務的な問い合わせ、事業に対して使えそうな補助金の紹介、多少の補助金が使用可能か事前に確認したいといったご相談など、幅広に対応させていただきます。総務省に寄せていただいた相談内容を、関係省庁タスクフォースのメンバーに展開し、各省庁からいただいた情報やアドバイスをお返しするということをしています。次に2ページをご覧ください。マスタープランを策定した団体一覧になります。 令和5年度末までに77団体にマスタープランを策定いただき、令和6年度も3団体が策定中です。このうち35団体がすでに事業化しております。総務省は過疎地域や小規模町村ばかり見ていると思われがちですが、そんなことはありません。マスタープランを策定した団体は小規模な団体にとどまらず、札幌市や川崎市のような政令指定都市でも策定いただいております。次にマスタープランを策定した団体の事例についてご説明いたします。 3ページ目をご覧ください北海道豊臣町の事例です平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震では、北海道全域において日本で初めてとなるブラックアウトが発生しましたが、マスタープラン策定済みの北海道豊臣町は、温泉街の公共施設に停電時にも対応可能な天然ガス高ジェネレーションシステムを導入していたことから、温泉街で唯一営業を継続し、そこが域内唯一の緊急避難所として機能いたしました。 4ページをご覧ください。鳥取県米子市の事例です。平成27年12月に米子市と地元企業等が出資し、地域エネルギー会社を設立しました。平成28年4月から電力交流を開始し、公共施設への電力供給のほか、一般家庭への電力供給を担う地域電池事業に電力を卸売しています。また、老中化した温泉供給管の敷設と合わせて、熱供給管を布設することを目指しています。 5、6ページの山形県最上町の事例をご覧ください。若者定住住宅を平成27年28年に整備し、平成21年2月からチップ、ペレット、薪の3種類のボイラーを並列運転させ、タウン内の地域熱供給プラントから23世帯へ給湯、暖房の熱供給を行っております。次に本事業をどのように普及していくのかをお話ししたいと思います。7ページをご覧ください。 地域経済循環や防災、脱炭素等複数のメリットを享受できる分散型エネルギー事業ですが、事業化を実現するためには、自治体が中心となってマスタープランを作成していくことが効果的と考えております。そのため、令和2年度に関係省庁の協力を得ながらハンドブックを作成しました。ご興味がありましたら、総務省ホームページの URL にアクセスいただき、内容をご確認いただきたいと思います。 その他事業化の実現に向けて関係省庁が支援してまいります。具体的に8ページをご覧ください。まず、各省補助金とマスタープランの連携強化ということで、マスタープラン策定済みの団体が関係省庁の補助金を申請する際、マスタープランに基づく取り組みの場合は、補助金審査時の加点等を実施しております。また、事業化に向けた支援として、中段の図にあります通り、マスタープランへの応募の前段階から事業化に至るまで、 関係省庁が連携して支援してまいりますさらに関係省庁と連携して地方公共団体の事要化進捗状況に応じて必要となる各分野の専門人材を紹介してまいります9ページをご覧ください人材面からの地域脱炭素支援ということで令和4年度から実施している取り組みです実際の皆様からは脱炭素の取り組みを進める上でノウハウがなくプロジェクトを推進するための人材が不足しているとの声を多くいただいております このため、総務省では、外部専門家の招聘にかかる費用を補助する仕組みを設けております。補助対象は、借金、旅費、その他専門家の招聘にあたり、必要となる消費費であり、費用の2分の1を補助します。外部専門家のイメージは、下に記載がありますが、事業化した自治体の話を伺いますと、多くは専門家が常駐するというよりも、それぞれの課題に応じて専門家から意見を求める傾向にあります。 人材面からの地域脱炭素支援としてもう一つ、10ページをご覧ください。予算事業ではありませんが、GX アドバイザーの派遣ということで、令和6年度から実施している取り組みです。地方公共団体の経営、財務マネジメントの強化事業という、総務省と地方公共団体金融機構が共同事業として実施している事業で、各専門の分野において、自治体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣する制度です。令和6年度より、 地方公共団体の GX を対象分野に追加し、地域脱炭素支援として GX アドバイザーの活用を推進しています。11ページにありますように、地域脱炭素を進めたいが専門的な知見が不足している、アドバイザーからアドバイスを受けたいが予算の確保が困難である、補助金の申請等にかかる手続きを簡潔に済ませたいといった課題を抱えている自治体におす,すめの制度です。実際の手続きなど、より詳細な情報については、 総務省のホームページ、または地方公共団体金融機構のホームページに掲載しておりますので、そちらも合わせてご確認ください。事業説明は以上です。最後に12ページから21ページの一覧表をさっと見ていただくと、地域支援や地域の課題解決方法は、自治体ごとに大きく違うことは明らかと思います。 こうしたことから私たちは本事業が十分活用されるには、地方を一番よく知っている自治体職員の皆様との会話が欠かせないと考えています。交付金申請と聞いて身構えず、まずは気軽にお話しする感覚で連絡いただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。